戦したんですよ。あ2回やったんですよ。動画を20に作ったら、マルコさん本当1回しかやってないんですよ。あ、そうだった。あ、あれの前にね。うん、ビーチのイメージでやったんじゃないですか。あ、だったかもしれない。マフラーとか本当やってるんですよ。いいね。こうカットして、これだけ20いい、ね、で音楽に合ってる音だから調子になってから複製してしまう。そしたらこの私があっち見てるのと崎山さんが私見てるのがね、いい感じで、でブルーとブルーで、そう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 、そんなのがいいね。やるやん。こっちの番組の彼氏、記事の彼氏同じなんですよ。おブルーズだけ面白いな。面白い、まあ、いいですね。なんか暑くなってきた。あ、もし大丈夫。30秒、うん、そうですね、30秒前で。はい、これぐらいがいいね。15秒前です。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1。あなたが輝く魔法のうといムチ。時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法のうといムチの時間です。ご案内は伊礼のりこと、ペイチンサトル、 MK 崎山。今日もよろしくお願いいたします。今日はね、スタジオから飛び出して、はい、はい、そうですね、今日はまた、うん、カリフォルニアのトロピカルビーチからの、放送になりましたね。はい、皆さん聞いてますか？ビーチサイドでお過ごしの皆さん、はい、私たちこちらでお話ししてますよ。はい、よろしくお願いします。今日は、10月の5日、旧暦では9月の5日ですね。はい、でそして6期では今日は旋風ですね。うん、はい、旋風、はい、どんな日ですかね。はい、今日はの何事も静観です、皆さん。うんうん、静ってはことを子孫じます。はい、今日はゆったりとですね、そして午後からは吉です。はい、じゃあ今日ね、あのビーチで、そうですね、ビーチに来てる方、うんうん、今日はここでですね、金運アップだと思いますね。はい、先ほどですね、私あの写真を写したんですよ、夕日を。はい、ゴールドでしたね。はい、はい、おめでとうございます。はい、金運アップですねはい、そうです。あの朝もですね、あの朝日を写してゴールドだったんですけども、はい、先ほども夕焼けっていうか、あの夕日ですよ。映したところ、はい、ゴールドでした。あ、そうですか。はい、皆さんね、うん、今日はね、金運アップになると思いますよ。はい、じゃあですね、今日はね、はい、先週まずは、うん、MK 崎山さん、はい、先週はどんな、日でしたかね。先週というか台風大変でしたね。ね、台風、はい、皆さん、はい、本当ね、久米島は大変でしたけどね、はい、沖縄本島はね、何事もなく、はい、あっという間に、うん、そうですね。でもあの今日の波がね、まだ、はい、あのなんて言ってビッグウィン、はい、ビッグウェンズデーですね、はい、サーフボード。会社的には、見学会、見学会モデルルームもね、はい、ね、はい、開催させていただきました。はい、はい、いかがでした。あれもレスポンスはお客様たくさん見えていただきました。私もあの実はあの、うん、MK 崎山さんの、うん、タイムス住宅新聞、はい、あの記事が、あの顔写真良かったですね。あの笑顔、元がいいんですかね。元いいですね。そうそうそう、はい、そうですよ。ギノワの福山さんですもんね。はい、皆さん、うち泊まりの福山と言われてますんでね。はい、MK 崎山です。崎山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmギノワ.com、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、のりこさん、ありがとうございます。はい、やはりあのトロピカルビーチのサテライトスタジオからの放送ですけども、うん、日頃はねこのスタジオにあの、時計がですね、ケージがすぐ見えるような感じなんですけど、あ、そうですよね、今日ね、今日ちょっと見えないんですけど、ケージがちょっと見づらいんですけど、うんうん、ちょっと私視力が、うん、落ちてるんでしょうかね。はいはい、うん、はい、私の見ててください。はい、ね、ちょっとね、はい、うん、はい、ちょっとよろしいですか。はい、はい、もう季節はもう秋になってますけど、そうですね、はい、どういった秋でしょうかね。はい、神奈月と言いますね。
はい、どういう意味でしょうかね、神奈月って。はい、どんな意味ですか？ MK 崎山さん、はい、どうですか？神奈月の神がありますか、うん、なんか神様に関係ありそうですね、はいはい、あ、そうなんですよ、はい、あの漢字はどういうふうに書きますかね、神奈月、梨月、梨ですかね、はい、地域のですね、神様がですね、はい、なんと出雲大社に、大社に出かけているんですね、はい、あの出雲大社というと縁結びの神様ですね、うん、ですから縁を結ぶための会議を、島根県の、はい、そうです、島根県の行っちゃってるんですけど、はいはい、もろもろの神様がですね、はいはい、ありがとうございます、そこに行ってるんですよ、ありがとうございます、はい、じゃあ後で後ほど話をしたいと思います、今の神様が10月はですね、みんな神様が島根県の方に行ってると、そうなんです、神がいないという月ですね、神奈月、はいはい、ですから、島根県は逆にですね、神有月っていうそうですよ、はい、ありがとうございます、またのりこさんのコーナーでね、はい、ゆっくりと聞かせてくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、この番組はハイサイ君でおなじみの住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りします。ここで一曲お届けします。 Sound of Silence by Simon Garfunkel。マック崎山さん、MK です、 MK でした、はい、マックが好きです、はい、テキサスバーガー食べました？いや食べてないですね、はい、まだですか？カーボイじゃないんで、はい、なんかもう本当にあの、はい、マックといえばもう、テキサスバーガーのイメージですけどもね、はい、どうですか？マックは美味しいですよね、 MK、 MK マック崎山さん、はい、そうですね、 MK 崎山さんよりマック崎山さんというふうに呼びましょうか。はい。なんかそんな感じですか。はい。いいですね、そうですね。わかりました。はい、うん、マック。マック崎山がいいですね。はい、それすべてうまくいってるみたいな。すべてうまく。はいはい。はい、じゃあリスナーの皆さん。うまいですね。なんか、はい、うん、マックいってるの。はい。マック崎山。わ、はい、かりました。じゃあ今日から。はい。お母さんにも伝えておきます。もうじゃあもう変わるんですね。マック崎山で、はいはい、いいですね。分かりました。ありがとうございます。はい、マック崎山に、ペイチン悟に、はい、そして、はい、じゃあどうしましょう。はい。のりこさんのちょっと肩書きなんか変えますか。あ、なんか話題に出てましたよね。家庭教育コンサルタントですけども、ちょっと縮めてみましょうか。はい、ティーチャーがいいんじゃないですか。ティーチャー。そのまま過ぎますね。はいはい。はい、でも。気に入ってるので異例乗り越えで大丈夫ですよ。あ、そうですか、うんうん、さすが、はい、さすがですね、はいはい、じゃあ実は今日のですね選曲は、はい、うん、サイモントガーファンク、はい、これはですね、はい、ちょっと懐かしい感じがします、ね、マック崎山さんのペッチーさんがギター弾いてるんですよね。そうなんです、実は私がギター弾いてます、はい、冗談ですけど実は私がギターを弾いてます。あ、はいはい、歌は僕は歌ってないんですけど、うん、そうです、はい、うん、はい、実はこのサイモントガーファンク、ポールサイモンとアートガーファンクですね、はい、でこのディオが、崎山さんの青春の時代のよく聴いてたという曲ですね。そうですね、なんか聴いてましたね、よく。このサイモトガーファンクのサウンドオブサイレンスで皆さんよくご存知 の、 あの卒業ですね、はい、ちょっと切ないね。切ない、そうです、うんうん、で結婚式場から、はい、自分の愛する花嫁を奪って帰る、はい、うん、そうですよね、はい、あ、ニューシネマの、ね、うん、走りみたいな映画でしたけどね、うんうん、で彼はね、アイビーリーグの、はい、素晴らしい大学でのね、うん、エリートでしたけど、うん、あれ将来に対する不安なんですよね、うん、あれ真似してがちょっと失敗したとかありますよね、はい、自分たちはうまくいかないんですけど、自分の彼女のお母さんともできてしまいましたよね、はい、あ、そうなんですか。そうなんですか。そこまで覚えてないですね。なんかこの変なところを見るんですね、ペッチーさん。その、そんな映画でしたっけ、はい、ミセス・ロビンソンなんですね。あ、この映画の話ですか。ミセス・ロビンソン、あ、ミセス・ロビンソンの歌がありますよね、はい、出てきますよね。エレンです、エレンのお母さん。映画の中にもまたこの曲が出るんですか。実は、ミセス・ロビンソンが実は、うん、そうですか。あれはですね、このサウンドトラック版なんです。あ、なるほど。ハイサイ君、はい、ハシウム来ました、うん、あれ、俳優はなんていう、あの、かっこいい人ですよね。ダスティン・ホーマン、ダスティン・ホーマンズですよね、うん、サイト・コーポレーション。これやるんですか。こちらですか、今日は、うん、ちょっとサウンドここやりましょうね。さっき神様の話したので、うんうん、いいんじゃない。あ、神様がいないから神奈月なんですか。そうそうそう、面白いですよ、面白いですよね、覚えやすいですね、神奈月。今日わかったでしょ。何をおっしゃいますか。あなたからもうずっと前から聞いてる。いいことですね。だから神有月と神奈月分かるんですよ、じゃあ、はい、島根県は神有月と。
の人分からないんじゃないですかね。そうだね、うん、あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしております。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル MK 崎山、トロピカルビーチサテライトスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。はい、のりこさん、はいはい、はい、実はですね、うんうん、マック崎山さんが、はい、MK じゃないんですか。マックなんだ実は。あ、はい、あそうでした、はいはい、マックに変わりました、うん、実はね、はい、リスナーの皆さんは分かってたかもしれませんけどね、うん、今日こちらにトロピカルビーチにいるリスナーの皆さんは分かんないと思いますけども、はい、MK 崎山から7なんとマック崎山に、マック崎山に変わりました。さらに、さらに、さらに、もう一度ですね、進化していきましたね、はい、MK の意味をお願いしてもいいですか。 MK の意味ですか、はいはい、マーケティング、マーケティングをやる人ですね、マーケッターですね、マーケッターね、はい、それをマックさん、マックで、はい、いいですね、はい、うんうん、はい、すべてうまく言っている、言ってる、はい、ということですね、はい、先ほどですね、ちょっと冒頭で神奈月のお話をしたんですけども、はい、私ですね、10月スタートとても忙しかったです、うん、私のですね、なんていうんだ、尊敬する人、尊敬する。メンターですね、メンターですね、うん、作家の中野ひろみさんっていう方が来沖して いましたので2日間一緒に過ごさせていただきました、はい、で、ニックネームをロミさんって言うんですけども、中野ひろみをですねロミさんって言ってるんですけども、彼女は実はですね2年前にですね、脳内出血で倒れてしまいまして、普通ほらね、倒れたら、あ、こんにちは。倒れたら、言語障害になったりしますね。うん、そうですよね、うん。だけれども、彼女はですね、意識的にですね、右側が半身、まあ、付随してるんですけども、奇跡的に、声が戻りまして、今回ですね、復活講演会っていうことでですね、沖縄にお越しいただきました。うん、で、彼女がですね話したことが、うん、法則、3つの法則っていうのがあって、1つ偶然はない、すべて必然ですっていうことです。で2番目ですね、絶妙なタイミングでいろんなことが起こるそうです。それと3番目、うん、乗り越えられないことはないっていう、この3つをですね常に意識をしてリハビリを頑張ったところ、声が戻ったっていう素晴らしいお話がありましたね、うん、そんなことでですね1日と2日過ごしたんですけども、またですね2日にですね、私専門学校の講師をしておりまして、ブライダル関係なんですけれども、そこでですね生徒たち の発表会がありました。それはですね何かというと模擬結納式があったんですね。でですね、普段ね生徒たちはにこう日本の文化とか婚姻に関するお話をしているんですけども、なんと見事子どもたちは模擬結納をですね本番さながらにやっていました。で着付けもヘアもすべて自分たちでやってたんですね。で、崎山さんとペイチンさんに質問なんですけれども、はい、はい、どうぞ。結納品っていくつあると思いますか。結納しました。形だけ。あ、形だけ。はい。はい、形だけ。はい、形だけだけど結納品ありました。え、普通お金とか。あ、はい、はい、お金の他に何かあったと思いますけど。はい、ないですね。なかったですか。お金だけの形だけ。形だけ、はい。もう挨拶みたいな。はい、あ、はい、じゃあ結納の品目っていうのは準備はなさらなかった。うん、やってないです、ね。あ、やってないんですか。トナキ式で。はいはい、あ、そうでしたか。はい、トナキ。ありがとう。そっか。はい、冗談ですけど、はい、適当にやったんですね、うん。はい。実はですね、普通ですね、結納のお品があるんですよ。で、私も昔結婚の時にいただいたんですけども、その時はですね、うんうん、何も考えていなかった。あ、ただ本当に結納金いただきましたので、これでちょっとですね浮かれていたんですけども、実際ですね結納の正式なのは9品目あります。
たくさんありますね、たくさんあるんですね、まずは目録、今日のお品はこういうのが書かれていますよっていう目録があります、うん、それから、うん、長野市っていうのがあるんですね。長野市っていうのは祝儀袋についているものがありますよね、はい、祝儀袋にちょこってのしね、うん、それの長いものです。これどういう意味かというと、お祝いの席にはついてるんですけども、アワビを長く伸ばしたもので、長寿とか不老の象徴になっているんですね、はい、うん、それから金宝、金宝っていうのは先ほど言った結納品ですね、関東ではお互いに結納品を交わすんですね。お互いに同じものを品目を交わすんですけども、関東は交わすっていうんですね。で、関西は金品を納めるっていうことであるんですよ、うん、で、うん、それでですね、うん、ここのですね名目っていうんですか、この、うん、どちらからですか、ですね、あれが書かれてるんですよ、宛名っていうかね、それはですね、御帯料、男性から女性に差し上げるときには御帯料、御帯料、はい、昔は着物を着ていたので帯を買ってねっていうことなんですね、必要品、はい、でそれから、関東でしたらお互いにその金品を交わすので御袴料になっています。あ、袴ね、はいはい、これは、はい、金宝ですね、はい、それから4番が、末広、末永く、はい、幸せになれますようにっていうことで扇子が書かれていて、白い扇子がじゃなくて入っていて、白い扇子に2人の歴史をですね刻んでいくっていうことで扇子が入っています。それから友白髪、こちらにおそうめんとかなんていうの、朝で作ったものが入ってるんですけども、共に白髪になるまで仲良く過ごしましょうねという意味があります。それから、昆布があって、はい、昆布ね、私たちが、食べている昆布がありますよね。沖縄って消費量一番ナンバーワンなんですけども、うん、昆布っていうのを、当て字にしまして、子おんぶ、喜んぶ、いえいえ、子供を産むっていう形の字を当てています、うん、で、まあ、もちろん喜ぶっていう意味もありますね。それから、スルメ、スルメっていうのはことぶきに止める女って書くんですけども、長期保存が可能な食料ですから食に困らないようにっていうことです。それから鰹節、はい、うん、これは男性の力強さを象徴するために鰹節が入っています。でそれからかな、いや、柳樽っていうのがあって、お酒なんですね、うん、でやはりお清めとかの時にお酒使いますよね。でそれであるっていうことで9品目が正式な結納のお品になっています。で、かつてはですね、両家が新しく婚姻関係を結ぶ際に男性側が結のものっていうのは海のものですね、持参して両家で飲食を共にしていたお祝いだったんですね。でこの結のものが現在の飾り物に変化したっていうことで結納のお品があるっていうことです。あ、はい、関東でしたら結納のお品をお互いにこう交わしていくんですね。ですけれども関西は男性から女性に納めているんですよ。だから交わすと納めるになっています。でさすがは沖縄、どういう形式を取ってると思いますか。はい、わかりますよ、はい、とうとう目の前でやりますよね、うんうん、あれは儀式ですよね、はい、お品です、結納の品、はいはい、実はですねチャンプルー文化って言われてますね、うちなは、はい、はい、関西と関東のミックスしています。沖縄のは、お品はですね、結納のお品は関東のものを使って、形式儀式は男性が女性に納めているっていうことなんですね。さすがはうちな関西なんですね、うんうん、チャンプル文化っていうことで、うん、先だって私の生徒がそういう結納式の儀式を、発表したものですから、今日は結納のお品のことをお話しさせていただきました。あ、いいですね、何かありますか。ありますね、ここ、はい、うん、おみきが出てこなかったですね。おみき、はい、柳樽です。おみきは、はい、柳樽のこと、はいはい、お酒ですね、はい、清酒が使われています。おみきではなくて柳樽と、はい、柳樽っていう、うん、柳樽っていうのは家内がですね、はい、なんていう
発展していくようにっていうことなんですね。はい、うん、まあ、ちょっとねお話しさせていただきましたけれども、はい、なんかいいですか、うんうん、はい、マック崎山さん、はいはい、結納はわざ、渡名喜まで、はい、行ってないですよ、奥さんを迎えに行ったんですか。あ、いえ、竜宮城まで。竜宮城まであ、そうですね、奥様様ですから、はい、すごいですね、冴えてる冴えてる、マックさん、はい、テキサスバーガー食べた？食べてないですよ。あ、まだですか、はいはい、それとですね、じゃあいいですか、はいはいはい、大丈夫ですか、どうも失礼しました、はい、またですね、はい、家庭教育のお話を少し話していきたいんですけれども、はい、はい、ゆたさんごとに大丈夫ですか、大丈夫ですよ、はい、子供には何をせよではなく何からするのかっていう問いかけをした方がいい。もう一度、子供には、何々をしなさいっていうことではなくって何からするのっていうふうに問いかけたらいいよってことなんですけども、うん、それは いいですね、なぜかというと、例えばですね、遠足、はい、遠足に行った時に自由行動ってありますよね。ありますね。はい、じゃあ遊んでらっしゃいって先生が例えば言ったとします。はい、で、ね、自由にね遊べる子は自分が好きな遊具を使って遊びますよね、うん、だけれどもそこでですね遊べない子がいて動けない子がいるんですよ。で、それそういう子ってどういうことだと思いますか。うん、好きな乗り物とか、うん、好きな遊具で遊んできていいよって先生がね、うん、言うんですよ、うん、だけれども動けない、うん、そこに立っ、まあ、先生の横から動けない子が何名かいるらしいんですね、現在ね。それはどういう現象だと思いますか。恥ずかしがってるんですかね。恥ずかしがり屋、うん、他にはペイチンさんは、うん、あ、この子ですか、うん、まあ、恥ずかしがり屋もあると思いますけど、うんうんうん、やっぱり多分ですよ、うん、一人っ子で、うん、一人っ子で、うん、親がいつも、何かしてあげてるので、そばにいる、自発的にですね、はいはい、自発的に自分で遊ぶことがやっぱりできてない子いるんですね。そうですね、一人っ子っていうものではなくって、うん、指示待ち、うん、今指示待ちの子が増えてるそうです。だから、うん、何々してねって言ったら動けるんだけれども、自由にやってごらんっていうと発想力が乏しい。何していいかわからないと、うん、社会でもそうですよね、会社でも上司がじゃあこういう今日のお仕事はこう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 ですよって提示したらちゃんとできるんだけれども、うん、でもじゃあ君に任せるからやってごらんっていう風に企画を任せた時にどうしていいかわからないっていう、うん、まあ、人が増えてるそうですね。通じますね。それは なぜかというと指示をいつもしている、うん、されている、それで育っているんですね、うんうん、だからどうすればいいのっていうことを常にですね家庭の方で、家庭教育の方でですね選択をさせながら子ども自身に考えさせる機会を与えることがとても大切なことになるそうです。なるほど、うんうんうん、考えさせる、うん、まずだから自由に遊んできていいよって言った時に自由に遊べることをやはり指示しないと、うん、こう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 だからっていうふうに決められてしか動けない子がいる。だから、うん、まあ、うん、小さい子はいいですよね。それは危険が伴うので、じゃあ何々しましょうねってお母さんと一緒に、なんていうんですか、うんうん、お母さんが決めたカルキュラムの中で動くっていうのはいいんだけれども、うん、ある程度大きくなると自由選択があって考えて行動する。うん、今すごい、ね、すごいこと言ってますよね。うんうんうん、小さい時に考えるってことがわからない、うんうんですよ、まだね、うん、分からない子もいるわけですよ、はい、でそういったことはどういうことをするかというと、うん、真似るんですね、うん、真似るんですね、うん、だから私が今話してるのはその時期も超えて小学校に行った子たちに自由に遊んどいでって言った時に遊べない子が出てくるっていうのは、それは家庭の中でお母さんが全て指示をして動いている子がそういうパターンに陥りやすいそうなんですね、うんうん、だから子ども自身に考えさせる機会をできるだけ多く与えてあげる、うんうん、例えばなんだけども私もそうだったんだけれども仕事しているとお家に着いた時にお腹空いてますよね。子どもも保育園から迎えたり学校から、はい、そしたら
やっぱりお腹すいたって言うんですよ、第一声ね、あの、うん、子供たちって。でその時にあの待たせてあげるってとても大事なんですよ。じゃあ、うん、お食事をお母さんが作る間、あなたはじゃあどうしたらいいのっていうふうに、うん、あの考えさせてあげるってとても大事な、うん、大事なんですね、うんうん、なんか意味わかります？わかりますよ。ちょっとお二人静かなんですけども、はい、あのただお腹すいたお腹すいたとかじゃではなくって、じゃあお母さんが作るので、あのあなたはその間何をするっていうことでちょっと考えさせてあげるっていうことにもつながっている、はい、そうですね。もうのりこさんそろそろ時間ですのでね、うんうん、はい、だから子供に、まとめましょうね、はい、子供自身に考えさせる機会をできるだけ与えるっていうことです、うん、はい、それから子供に計画を立てさせることはぜひおすすめしたいっていうことですね、うん、はい、考える力をつけてあげましょうっていうことが、親の口癖の一つになりますよってことです、うん、はい、大丈夫でしょうか。なんかすごいね、これはもう会社でもそのまま使える、うん、あれですね、うんうんうん、指示待ち人間になるのか、それとも自分でいろんなことを考えて行動できる、うん、大人になれるかっていうのは、うん、家庭教育がそのまま、うん、延長ですよっていうことですね、うん、はい、わかりました、うん、また来週の続きも、ね、そうですね、来週も、はい、続きがありますので、はい、じゃあまた来週ね、はい、はい、じゃあそれではあの、はい、一旦 CM 入ります。はい、ちょっと難しかった。マックで、はい、忘れてましたね。テキサスバーガー先山になるんですよ。ビッグマックが好きですか。ビッグマック、あ、いいですね、いいですね。こっちですか。ね、今日ちょっとおさらいしようか。あ、そうなんだ、うん、さーっと適当に行きましょうね。さあ、それが一番怖い。ベイチーさん適当に行きましょうね、うん、わざと半分この答えにしましょうね。あ、ね、いいですね。完璧にまず正しかったら面白くないです。なかなかこの案内が言えないですね。あ、そうか。案内、あの行事？あ、あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。はい、さい、ラジオシエミセルグスヨーチューガナビラペイチンサトルのスルティアシバナカタティアシバナシマクトバの時間なといびん当選中また時間の許すかじりマジュンシマクトバチカティ華やかちゆたみしえびりさいにへいデイビタン。このコーナーではラジオお聞きの皆様と一緒にシマクトバを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトル、イレイノリコ、マック崎山、トロピカルビーチサテライトスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。はい、はい、聞いてますかね、トロピカルビーチの皆さん、はい、こちらにねいらっしゃってキャッチボールをしていきたいですね、はい、7時までお送りしてますのでね、うん、はい、はい、じゃあそれで今日もこのしまくとばの時間ですけども、はい、はい、もう季節は秋になってまいりましたけども、はい、うん、はい、じゃあのりこさん、はい、マック崎山さん、秋といえばどんな秋ですか、はい、秋、実りの秋、スポーツの秋、はい、でも私、うん、食欲の秋です。はい、はい、でじゃあマック崎山さん、そうですね、読書の秋って言いたいんですけど、かっこいいですね読書ね、はい、さすがですね、私は言いたいんですけど、はい、テレビ見てますね、テレビの秋、あ、スポーツ観戦、はい、スポーツは見ますね、はい、やっぱり、はい、私はもっとてっきり、はい、ビッグマック食べたいっていうのかな、ビッグマック好きですよ、はいはい、食欲の秋ですね、食欲の秋ですね、食欲の秋ですね、はい、はい、はい、いろんな秋がありますね、はい、で今日あのトロピカルビーチに来てるね、うん、紳士淑女の皆さん、はい、ね、ぜひあのこの、はい、こういった、日本のことわざがありますよね、うん、はい、女心の変わりやすさを歌ったので女心と秋の空、はい、うん、ね、これはのりこさんの専門だと思いますけどね、はい、女心と秋の空と、はい、うん、秋の空は天候が変わりやすいよっていうことですね、はい、うん、女性の心というのは移ろいやすいよってことですよね。あ、そうですね、コロコロ変わるんですよね、そう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 、はい、でこれをですね、しまくとばでね、うん、はい、しまくとばで、はい、これ前にもね、言いましたけどね、聞いてくださいね、はい、マック崎山さんも聞いてくださいよ、はい、聞いてますよ。イナグヌククロウ、うん、ターグヌミジヌグトゆっ
ったいくわったい稲ぐぬくくろうたぐぬみじぬぐと、うん、ゆったいくわったい、うん、わかりますかね、この意味、女性の、うん、ここ気持ちは、はい、水のようにあっちに行ったり、あっちに行ったりこっちに行ったり揺れて、うん、揺れ動いているっていうことでしょうか、はい、うん、そうですね、これをですね、やっぱり島言葉でこういうふうにして、はいはい、歌ってるわけですよね、はい、でそれを分かってる男性はさて、うん、このゆったいくわったいする水をですね、ゆったいくわったいにならないようにしっかりと掴んでいくわけですよね、うん、ね、そういう戒めを歌った、うん、島言葉ですね、そうですね、はい、うん、女心をギュッと掴むためにはどうすればいいか、ね、どうしたらいいんですかね、はい、これ先ほどのりこさんが言った、うんうん、やっぱ考える力、はい、考えないといけないです、あ、男性が、うん、男性は考えないといけない、男性が女性をゲットするためには考えないといけない、うん、はい、じゃあトロピカルビーチにお越しの皆さん、はい、考えてくださいってことですよ、ね、考えるということはですね、うんうん、実際に行動しないといけないですね、うん、あ、はい、でそして、うんうん、女性と恋愛うまくならないとダメなんですね、うん、やっぱ失敗を重ねないとダメです、うん、体験するっていうことですね、そうなんです、いろんな体験を重ねていきましょう、うん、そうです、いろんな体験を重ねて、男性がじゃあリードしないといけないんですね、そうなんです、うん、秋の空ですからね、そうですよ、はい、うん、男性がリードしないと、ね、リードしてで、はい、マックス崎山さんが竜宮城に、はいはい、ね、MK さんを迎えに行ったと同じような、うん、ことですよね、うんうん、はいはい、すごいですよね、うんうん、そこまで、あの意味じゃあビジネスで言ったら優柔不断なんですね、優柔不断、女性は、あ、そうです、はい、でこの目標を伝える、そうなんです、女の人はやっぱりこう目標を与える、何でした、心が、しまくとばで、ゆったいこわったい、ゆったいこわったい、ゆったいこわったいのことを、はい、じゃあちょっと短く説明して、うん、ゆったいこわったい、揺れているってことですね、あっちに行ったりこっちに行ったりですね、うん、はいはいはい、右往左往する、はい、右往左往、はい、うおさをですね、優柔不断、甘はいくまはい、はいはい、悪く言えば、はい、甘はいくまはいですね、甘かいくまはい、うん、秋の空とかけて、はい、はい、女心と解きます、はい、それでその心は、その心はゆったいこわったい、ゆったいこわったいですね、トロピカルビーチ、トロピカルビーチと解きますね、はい、波のように、そしてね、やっぱり、そういう時に迷った時に、はい、知恵を先ほどありましたよね、考える、うん、三人よれば文字の知恵ってありますよね、はい、ね、三人よれば文字の知恵、うん、分かりますかね、一、うん、人でいいアイデアが出ない時というのはやっぱり三人よれば文字の知恵、三、うん、人いればですね、うん、いいアイデアが出るわけですよ、はい、ね、例えば恋愛で片思いの男性、はい、要するに一人で悩んでも解決しません、うん、やはりここには友達の力を借りると、うん、ね、でそういった時にね、これに、通じたしまくとばがあります、はいはい、聞いてください、はい、カタティーサーネウトウンジランカタティーサーネウトウンジラン、片手では音が出ないということですか、はい、そうですよ、うんうん、片手では、はい、結局は主客と客体、うん、要するに、両方ないとダメなと、陰と陽ですね、プラスとマイナス、はいはいはい、音で表現してるっていうことですね、はい、これは何事も周りと協力することでうまくいくと、うんはい、うん、でこれを三人よれば文字の知恵と言いますね、はい、ということはこれ今音が出ないっていうのは片手で音出ないですね、手を叩くっていう意味ですか、手を叩くもそうですけど、はい、例えば人を叩く、人を叩くもそうですね、机を叩く、はいはい、音出ますよね、はい、ね、手だけでは音が出ないですよね、あ、なるほど、指、はい、パッチンはやっぱり、うん、2つの指が重なって音が出ないです、はい、これは沖縄の方言なんですね、はい、格言で、格言で、一つでは音ならないですね、確かに太鼓のバチがあっても、はい、そのなんて、うん、何かを叩くものがなければ音が出ない、そうなんです、すべて、うん、なんかこう複数じゃないと物事は音が出ないっていうことですね、はい、主客と客体があるということです、はいはい、要するにすべて自分の存在はですね、うんうん、客体がない限りは、うん、自分の存在っていうのは確認できないですね、ですから考えると言いましたけど、はい、やっぱり一人で考えることはやっぱり人間っていうのはかなりの小さい子供には厳しいので、やっぱりまず友達と遊びながら、はい、遊びながら考える力を身につけていく、はいね、そして、それに近いまた島言葉がありますね、これは、私大好きな、うん、チュヌタキヤウマンチュヌドハカユル、チュヌタキヤウマンチュヌドハカユル、竹っていうのはこの方の成功とかそういうのは、そうですね、周りの人が評価するのよっていうことですかね、そうなんです、はい、チュヌタキやウマンチュヌドハカエル、これはですね、うん、人間の価値というものは世間様が決めるものなんですね、うん、世間に認められなければ何の意味もなしませんよっていうことですね、うん、自分で俺はすごいんだと思っても、うん、
世間様が認めなければ、ね、ただの独りよがりになってしまいますね、うん、なるほど、はい、でも結構多いですよね、うん、そういう方ね、はい、うん、でそういったのをやっぱりシュマクトゥバのクガニクトゥバでですね、うん、こういった言い戒めてるんですね、うん、チノタキヤウマンチヌドハカユンド、うん、ドゥシャカランド、うん、ナウフエチバリヨ、うんね、そういった形で、はい、行くわけですね、うん、何なわかってきました。そうですね、はい、自分が歌うまいなと思っても点数見ないとわからないですからね点数カラオケの点数、はい、さすがですね、はいはい、でウマンチュっていう言葉が、はい、あのなんていうんですか、万人っていう、そう、世間様ってこと、世間様、はい、ウマンチュの宝ですか。そうです、そのウマンチュっていうのは、はい、世間って意味なんですか。世間の宝っていうことです。ウマンチュのウっていうのは宇宙のウですかね、うん、あ、違うんですか、はい、行人弁のウ、行人弁のウです。うん、はいはい、ウマンチュ、万人ですね、万人ね、万人、うん、世の中みたいな感じですか。そうですね、はい、あ、はい、さあ、ウマンチュを著するって中がナビだ、はい、ウマンチュを著するって中ナビがビデアって言いますよね、はい、中がナビだ、皆さんって意味なんですか、うん、そうですね、あ、そういった形になってまいりますね、はい、なるほど、はい、今日はね、結構あの、うん、レベルの高い島言葉でしたよ。そうですね、うん、はい、カタティーサーネ、トウンジラン、うん、片手では一人では何でもできないみたいな感じ、はい、うん、で三人よれば文字の知恵です、はいはい、見てください、三人よればですよ、ですから、そうですね、私たちも三名ですね、はい、なんか格言って今気づいたんですけど、はい、なんかマナーに通じますね、通じてますよ、ね、はい、面白いですね、あ、素晴らしい、はい、いいですね、三人よれば文字の知恵、うん、はい、あ、もう残念ですね、もう時間となりましたね、もうですか、はいはい、またあの来週ですね、もっと聞きたいですね、ちょっと来週また、シマクトゥバの格言ですね、いろいろとあの、うん、家庭教育とあとマーケティングとですね、うん、そうですね、重ねて、また紹介したいと思います、うん、はい、はい、じゃあそれでここで1曲、これあのマック、崎山さんの青春時代によく聞いてた、これ誰かを持って聞いてた曲だと思います明日にかける足 by Simon and Garfunkel。 Garfunkel、うん、あ、自分の準備しないと、今日つながりが何かあるかな。今の話全部質問でしたよね、まあ、子供にも質問した方がいいよっていうことで、指示するんじゃなくて、指示待ちじゃないで考えさせる、でその質問した時に子供が言葉発しますよね。でこれ会社一緒なんですよ、あの俺たちがあれやったこれやったとかダメだろうとかいうよりは質問を投げて、あ、そうですね、吐き出させた方が相手素直になるんですよね、うん、だから声かけって言葉かけっていうのは、うん、あの なんていうなんか納得してないんですよ、答え引き出すような質問の仕方、うん、そうですね、した方がいいって言いますよね、うんうん、だから子供もやっぱり質問した方がいいんですね、はいはい、そうですね、考えさせる、なんで冷蔵庫のコーラ飲んだのとか、なんでお父さんのダイエットコーラ飲んだのみたいな、あんたたちは普通の水飲みなさいみたいな、怒るじゃないですか、ね、うん、なんでって子供言うよりは、うん、どうしたのって聞いた方がいい、どうしたのって、うん、あのなんでって言ったらちょっともうあのブロックかけられた感じなんだって、怒られてるっていう意識が、うん、なんでってすぐ言うじゃないですか私たち、うんうん、だけどもどうしたのって、Y がいいんですね、うん、どうしたのって聞くと子供って、うん、あのこう、あ、実はねっていうことで言い訳をした、うん、あの言い訳って言ったらあれだけど、その事象について話したいんだって、もっとそういう状況悪いですかね、うん、だけどなんでって言ったら、なんで飲んだかみたいな、そうそうそう、もう怒られてるから、あのなんていう、もう言葉が答えきれなくなるんですって、ブロックかける、だから、うん、どうしたのって、 What's going on? What's going on? What's going on? いや、嘘が、うん、うんうんうん、What's up?いいっすよね、本当に沖縄の方言の嘘があって、うんうん、優しく言うか、そうそう、え、いや、ぬそが、ぬが、むのかのみ、ちょっと温かさがれますよね。だから、あの、私もね、時々話するんですけども、子供たちに、なんでじゃなくて、どうしたのって言った方がいいよっていうことをですね、うん、あの、家庭教育の話をしてますね。マナーも一緒だったし、うん、沖縄の方言も一緒じゃないですか。じゃあ、僕もじゃあ、いいですか、ね、いいですね、質問っていうのは、うん、で、我が家では、名前書いてますよ、みんな、冷蔵庫に、
あとはノンモルでも、うん、あ、以前ですよ。なんでって。誰が食べるか分からんから。特にお菓子はですね、何も関係ないじゃないですか、今なんです。僕の頭が混乱してしまう。もう食べられないようにみんな。そう、あの、食べて。なんで誰が飲んだ。ワッツなんですね。ワッツなんですか。ワッツアップ。ワッツ。ワイじゃ、ワイじゃないんですね。ワイじゃないですね。ワイはなぜみたいな。うん、もうワッツちょっと追求になってます。ワイは、うん、ちょっと追求になってます。やっぱワッツゴーイの。ワッツの方が優しいわけですか。ワッツゴーイのワッツアップなんですよ。すごいっすね。どうしたのって。ワイ。イレさん間違えて、ペイチェンさんあれですか、英文化ですか。そうです、お帰国の、はい、あー、だから英語ペラペラやってるんだ。いやいやいや、文学部ですね。軍で働いてたとかじゃなくて。ノリノリ。僕さんも軍で今度定年したんですけどね、うん、英語ペラペラですよ。あー、すごいね。若い時から軍で働いてる。どっちな、あの、今長崎にいるおばちゃんなんですけど。あ、おばちゃん、昔の方もそうなの。はい、そうですよね。うちの親父の妹なんですけど、一番下の妹だから、うん、今の方はペラペラ少ないでしょ、うん、かつてはみんな英語がもうペラペラの人多いですね、うん、だからかっこよくなんか必ずなんか言うんですよね、英語をちょっと片言を言うんですよ、必ず。あ、会話ね、うん、難しいよね、うん、あのおばさんのお家に僕2歳ぐらいの時に預けられてたんですよ。あ、そうね、うん、ありがとうございます。でそれでセブンとかってあだ名になったし、あ、英語っぽいですよね。でおじいのタバコと自分の親父のタバコがバイオレットで、うん、おじいのタバコ、うん、あの、これはパパのだよって言って、おいや、よく言うんですよ、今。はいはい、うん、私の親、父親もバイオレットでしたね、紫のね、うん、でも今もあるんですよね。ありますよ、ね、ウルマとかね、うん、うちの親父はちなみに、あ、違う剣道だ、おばあちゃんが、あれはもう軍にしかないですよ、うん、洋木だった、それに行かないと買えないですよ、パイプ使って、うん、ちょっと間違った、うん、親父がウルマで、うんうん、おばあちゃんがバイオレットでした、うん、昔はね、おばあちゃん も吸ってましたよ、ね、あれです、僕神奈川に行った時にあたりのバイオレット人気あるんですよ、うん、はい、うん、時刻は6時40分を回りました。あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。はい、サイリスナーの皆さん、そしてトロピカルビーチのお越しの皆さん、はい、FP 崎山から MK 崎山に変わり、そして今日マック崎山に変わりました。はい、さあマック崎山の分かりやすいマーケティング、さあこのマーケティングを聞くと、女心をギュッとつかむかもしれませんよ。楽しみに聞いてくださいね、はい、さあマック崎山さん、はい、久しぶりです。はい、先週募集でしたね、はい、ご案内はないんですか。はい、ね、はい、ご案内はペイチン悟、マック崎山、イレイノリコ、トロピカルビーチサテライトスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りします。はい、はい、さて、はい、じゃあマック崎山さん、ちょっといいですか、はい、あららがまサイガーさんがですね、うん、こんばんは、今仕事終わりましたって、はい、こんばんは、あららがまサイガーさん、お疲れ様です。毎回ありがとうございます。はい、トーンもうちなタバコだよねって、赤遠いビーはいということですね、うん、YouTube 見てたんですよ ね、 すよね、うん、はい、あららがまサイガーさん、お楽しみくださいね、うん、はい、マック崎山さんがのコーナーです。はい、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、はい、はい、今日のテーマからテーマから行きましょうか、はい、あの今月は、マーケティングって何でしょうということで、そうでしたね、もう基本に戻りながらですね、はい、やっていってるんですけど、サイガーさんの質問を先週なんか答えきれてないなという、あ、そうですか、ちょっと若干ですね、はいはい、あるもんですから、もうそのまま持ってきました。あ、いいですね、これ読んだ方がいいのかなと思いましてですね、はい、はい、それ読みましょうね、はいはい、賢人というのはこの孔子のことです。まず、はい、はい、弟子がいて賢人がいます、はい、遥か昔、はい、中国のある賢人に弟子たちが、もし国の誤りを正す力が与えられたら、うん、まず何をするかと尋ねた、はい、賢人は、言葉が正確に使われるようになるだろう、使われるようにするだろうですね、と答えた、はい、で弟子たちは、それは最もですが些細なことです、なぜそれほど重視されるのですか、と尋ねた。賢人は、言葉が正確に使われなければ話すことと意味することがずれてしまう、話すことと意味することがずれてしまえば行われるべきことが行われないままになる、行われないままであれば
道徳と技が、義ですかね、堕落する、はい、堕落する、道徳と技が堕落すれば正義がさまよう、正義がさまよえば人々はなす術の術のない混乱の中で立ち尽くすことになるだろう。素晴らしい、はい、講師の教えですね。マック崎山さんの教えじゃないですか、はい、あ、僕の考えてないですね。素晴らしい声でしたね、はい、素晴らしい、はい、なんかちょっと惚れちゃった。さすが内泊りの福山さん、低音が綺麗ですね、はい、いいですね、言葉が大事だなということを、うん、伝えたんですけど、今日のりこ先生の、はい、あとペイチンさんの格言ですね、はい、なんか一応これにも通じるかなと思うんですけど、はい、言葉っていうのは大事ですよということを基本にね、はい、あるんですけど、うん、でこの言葉のじゃあもっと意味を深くお話ししたいなと。いいですね。でそれは何かと言いますと同じなんですけど、やっぱりこのコミュニケーションの中で会話しないとお互いに分からないじゃないですか、はいはい、だからそこで共感したりそういったことができていくと思うんですけどね、はい、ビジネスの中でもやっぱりそのテクニックって言えばテクニックなんですけど、はい、さっきお子さん子供のお話にも通じるんですけど、やっぱり質問っていうのは大事なんですね、はい、だから社長だから部長だからって指示だけではやっぱり社員が成長していかないんですね、うんうん、自分で考える力っていうの、だから質問形式で相手に答えさせるっていうのも確かにあるなと。あ、いいですよ、はいはい、それは先ほど気づいたんですけどね、はい、質問で答えると子供のように自分がやってることをですね、まあその時は間違えててもいいんですよ、その意見をですね聞いてあげるっていうのが大事かなと思うんですね、社員の。それを上司が質問したら多分社員は怒られるよりは答えてくれるかなってさっき感じたんですね。あ、いいですね、うん、だから子供も教育もやっぱり上司の相手に対するですね言葉遣いっていうのはやっぱりその辺で質問するか指示とか起こるのかによって反応が変わってくるかなと。双方の共感するためにはやっぱり双方の、うん、違いっていうのを見つけ出すっていうのも大事だと思うんですよ、はいはい、やっぱり考える力ですよね。そうですね、うん、考える力を社員の方にも考えさせ、はい、考えさせる環境を作るためには質問がいいなって思いましたね、はいはい、崎山さん、まあ、考える力、はい、考えるっていうことは、うん、何を媒介にして考えます、それはやっぱり言葉ですよね。で、これは私たちの上司がこうだよ、これ A がいいじゃないか B じゃないよじゃなくて、うん、なんで A が大事なのか、うん、B じゃなくてなんで今この会社には A が必要なのかっていうのをまた説明も必要ですよね、うん、であなたがなんで B 選んだのって What?、うん、そうですね、はい、What は必要かもしれないですね、 Why じゃなくて、うん、はい、うん、Y っていうのは英語の Y ですけどね、 Y だったら私の Y じゃなくて、はい、うん、だからそれ先ほど先生の話聞いて自分たちもやっぱり、うん、あ、反省しますね、うん、なんでって、はい、なんでじゃなくて、なんでって子供もそうなんだけども、うん、なんでって言われると言葉をつぐんでしまうそうです、はい、先々週このね、うん、やっぱりリスナーさんからこう、はい、今質問があって、じゃあ上司として部下に対して怒りたいけどとか指導したいけど、うん、なかなか言いづらい時もたまにはあるじゃないですか、うん、でそういった時のお答えとしては、うん、まず先週は僕言葉をですね、うん、使い方を待ち、こう正確にやっていけば相手に伝わるだろうということがあったんですけど、うん、この質問でまた綺麗な言葉で上司からですね、この社員たちに話しかけるっていうのも、うん、まあ、一つのヒントになるんじゃないかなと思ってですね、はい、結びついたかなと、はいはい、ですからここで、なんでじゃなくてどうしたのっていう、どうしたの、うん、どうしてそうしたのっていうことですね、答えやすい、はい、はい、ということですよね。そしたら人間ですからね、相手も、うん、自分の、まあ、正当化してもですね、ちゃんと答えきれる。で、あとはやっぱり社員が自立した社員の方が一人でも多い方が会社強くなると思うんですよ、はい、だからそれお子さん子供も一緒ですけど、やっぱり親としても子供が成長して自立して立派な大人になってほしいじゃないですか、うん、ですからそういった、ね、はい、それが目標なので、叱ることとかこの手段が問題、目標ではない、意味があるわけではないですので、社員に対してもやっぱりね、目標は社員が自立した方がいいわけですよね、うんうん、はい、ですから質問でやるっていうのもいいかもしれないですね、うん、はい、
いいですね。はい、やっぱりあの会社もファミリーなんですね。そう考えるとね。そうですね。はい、ファミリー、うん、はい。で、マーケティングの話に戻ります。うん、はい、はい、はい。マックさんお願いします。はい、はい、今日は究極の目的ですね。これ一つだけ言って。究極の目的、はい、マーケティングの。マーケティングの究極の目的ですね。はい、はい、うん、マーケティングの目的は何々を不要にすること、はい、バイドラッカー。は、はい、いいですね。マーケティングの目的は究極は何を不要にすることだったでしょうか。はい、のりこさん。私先週も答えきれなくて答えたんですよね。はい、頑張ってください。頑張ってください。なんだっけな、答えたんですよね先週ね。はい、そうですね、うん、もうそのままですよ。その通りです。あなたがいつも動いてることです。うん、なんだっけな、あ、セールスセールスですね。あ、セールス、あ、はい、そうですね、はい、これはもう究極ですの で、はい、誤解があると大変なんですけど、はい、営業をやるなって意味ではなくてですね、セールスをするな、はい、セールスを不要にすること。あ、不要にする、はい、あ、ごめんなさい、はい、そう、もう一人歩きするってことですよ、のりこさん、うん、セールスしなくても、はい、ね、そうですね、認知度があればですよね、はい、そうですね、だからそのために、うん、マック崎山さんが、マーケティングが必要なんですね、マーケティングが必要っていうことですね。そうですね、はい、マック崎山が必要ってことですね、はい、まあ、マーケティングっていうこととですね、はい、営業というかセールスが違いますよって言いたいわけですよね、ドラッカーさんは。そうですよね、はい、はい、だから究極にはセールスを不要にすることを目的にして、日夜、まあ、世界のマーケッターがですね、いろんな技術を磨いてるわけですね、うん、はい、どんなしたらセールスを不要にするかっていうのを目標にして、マーケッターはみんな競いやってるって言えば競いやってるんですね、うん、はい、だからそのマーケティングの仕方、うん、だとかっていうのがまたポイントになるんですよね、うん、そうですね、はい、戦術とかそういったっていうのはもう皆さん自分でですね、うん、信じてやってるといると思うんですけど、はい、それをこの戦略的に捉えてるのが、まあ、今ちょっと答えになってるかわからないんですけど、マーケティングなんですよね、うん、はい、でそれをはっきりと言ってるのが不要にすることって言えば、何をするかなって考えていくと思うんですね、みんながね。やっぱりここで考える力っていうのがまた生かされていく、うん、そうなんですね、はい、そうでしょうね、自立しないといけないんですね、マーケターも、はい、はい、うん、すごいですよね、やっぱり知恵ですよね、うん、知恵も凝縮されてますね、はい、今日の目的は、はい、私もセールスとセールスを不要にするということを伝えたいんではなくて、マーケティングとセールスは違うんだよっていうのが理解できればまずいいかなと思いますね。いいですね、はい、はい、本当に素晴らしいと思いますね、うん、本当に一生懸命セールスをしている人がいるとしましょう、はい、しかし究極のマーケティングを学べば、はい、そうですね、セールスが不要になると、うん、ということは、うん、うまくいくということですよね、はい、よく今回ラジオですので、うん、ラジオを聞いてる人分かりにくいと思うのは、動画みたいに画像がないじゃないですか、そうですね、ですからストーリーで言うとですね、自分自身で落として考えていって、セールスされなくても買うものを思い出していただければいいと思いますね。私はもうiPhone は大ファンなんですね、アップルがファンなんですよ、はいはい、ですからアップルの新商品が出たら誰に営業されなくてもアップルストアに行きますよね、僕は。ああ、そうですね、はい、それが究極のマーケティングなんですよ、はい、はい、広告とかですね、うん、広告コマーシャル、はい、とてもね、はい、大事ですよね。そうです、うん、広告とかそういった媒体なんかを手段なんですけど、マーケティングなんですね、はい、うん、で今の時代また iPhone とかなんですよ、この携帯ではないスマートフォン、スマートフォン、はい、そのはい、スマートフォンなんかのまたFacebook だったりですね、 Twitter だったり、これみんなビジネスで活かしながら、うん、今の時代のまたマーケティングがあるんですね、うん、はい、広告にもいろんなのがあると思うんですけどね、私どもの会社の今、サイトコーポレーションのラジオで流してるじゃないですか、これも一つの広告ですね、はい、広告って大事ですね、大事ですね、うん、でお客様に、見込み客っていうんですかね、お客様になる前のお客様のことを見込み客っていうじゃないですか、はい、その見込み客を探さないといけないわけですよね、うん、そうですね、でその時に売れてる企業はマーケティングができてるからセールス不要になってお客様が集客できるっていうことなんですね、うん、
はい、崎山さん今よろしいですか、うん、はい、あららがまさいがわさんが奥が深いですねマーケティングはってことですよ。そうですね、はい、私もね、はい、お勉強 し,、うん、してるけど深いですよね。奥が深いからセールスとは違うんですよ。そうなんですよ、はい、黒目屋さんに行って皆さんどうですか営業マン 100% 信用できますかって自分の心で聞いてください。でもトヨタのコマーシャル聞いたら皆さん見ますよね。これがまさしくマーケティングなんです。そうですね、はい、もうリスナーの皆さん、はい、もっともっと、うん、マック崎山のマーケティング、はい、したいとこなんですが、はい、聞きたい人はですね時間となってまいりました、はいはい、10月22日そうなんです。あ22、はいはい、ちょっとじゃあのりこさんから、はい、インフォメーション、10月22日土曜日、はい、PM2 時から4時まで7秒で決まる成功の法則無料講座を無料、はい、はい、無料ですよ。私も行こうかな。無料講座を開催することになりましたので、私も行きます。はい、私も行きます。私も参加します。もちろん直樹さんも行くよね。はい、こちらはですね、あの入江のりこのホームページでお申し込みができますので、ぜひ7秒で決まる成功の法則無料講座、はい、はい、マック崎山さんと、はい、ペイチン悟さんと、はい、入江のりこ3名で、はい、やるんですね。私は、はい、ファシリテーターということになってますね、はいはい、ぜひぜひ進行役ですね、うんうん、はい、あのね、少しずつお申し込みがいらっしゃいますので、はい、結構いてますよ、はいはい、10名です、はい、10名限定でだから、はいはい、お早めにっていうことですね。3名はもう確定ですね、うん、はい、10月22日なんですね、はいはい、場所は北中の、北中のですね、はい、小高い山の方にあります、はい、コスタビスタ沖縄ホテルですね。はい、ホテルです。素晴らしい。フーロンザヒルっていうのかなと思いました。はい、ぜひぜひ、ね。近いですよね。はい、あららがまさいがわさんから、はい、良いマーケティングのおかげでツイキャストからの、うん、番組が聞けるんですよねっていうことですね。はい、ありがとうございます。のりこさん、もう時間となりました。はい、どうもありがとうございます。リスナー目線ですね。はい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週、またこの場所でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。まだ話足りないって感じだね。だからね、長すぎましたね、僕は。あ、今日あれだったね、やっぱり。この